皆さんこんにちは。まず突然ですが、皆さんこの景色どこか分かりますか？ここは、南信州、長野県の中でも南信州なんですが、そこにある村の風景です。この字分かりますかね？長野県民でも読める人は少ないかと思います。この字、実は安岡村と読むんですが、安岡村で私は暮らしています。そんな村で私が始めたことですが、ケモカワプロジェクト、女漁師の贈り物という題でプロジェクトをやっております。これを始めたきっかけはこの子でした。この動物知ってます？ニホンジカです。で、私は高校時代このニホンジカを高校で育てました。それがきっかけで私は鹿がすごく大好きになったんですが、鹿を好きになったと同時に有害鳥獣という言葉を知りました。有害鳥獣という言葉、皆さん知ってますかね？長野県だと当たり前のように多分使っているかと思うんですが、日本において野生動物っていうのは鹿だとかイノシシ、サル、クマ、いろんな動物がいます。いろんな動物がいる中で、日本では田畑を荒らしたりですとか、あるいは林業に影響を与えたりですとか、いろんな生態系に影響を与えて、で、大きな問題になっています。で、そんな中で大きな問題を与えている鹿やイノシシ、野生鳥獣を有害鳥獣と呼んで捕獲するように国から言われているんです。約80万頭、これは日本で1年間に取られている獣の数です。で、その多くはお肉として食べられることもなく、川とかも活用されることもなく、山に埋められているっていう現状がありました。私はそれを知ったとき、とても衝撃で、どうにかできないかな、自分が大好きな鹿のために何かできないかなっていうことを思いました。そこで立ち上げたのがこのプロジェクトです。皆さん、ケモカワの意味なんとなく分かりますか？獣かわいいと獣の皮、この2つを合わせた造語がケモカワという言葉です。獣かわいいのかわいいには、昔もともと言葉の意味としては不憫だとか気の毒だっていう意味があったらしいんですが、今は愛らしい、愛おしいっていう言葉で使われています。で、そのかわいい、愛らしい、愛おしいっていう言葉を含んだ言葉に恵みという言葉があります。この恵みっていう言葉なんですけど、この獣かわっていう獣かわいいの中には、獣は山の恵みである、自然の恵みであるっていう言葉も含めて意味としてつけてあります。名前ってすごく大事ですよね。この獣かわっていう言葉が私の活動の一番最初に来る言葉です。なので、この言葉を看板にしていろんな人に自然と思いを伝えていっているんです。サブテーマでつけているこの女漁師の贈り物、この言葉の通り私は漁師です。一応こんな格好をしてますが、普段はこういうふうに指定のオレンジ色のベストを着て、あとオレンジ色の帽子をかぶって、下はモンペで、上は長袖を着て、で、足は地下足袋を履いて、そんな格好で山に入っています。で、これは安岡村の漁師さんたちと山に漁に行った時の写真なんですが、こんな風に山を歩いて獣を取ったりですとか、鉄砲で撃ったりして取る方法と、あとはこれ、罠で取る方法があります。この罠は笠松式罠といって、安岡村で多く使われている罠なんですけれども、こんな風にワイヤーを罠の土台にかけてギュッと引っ張って罠を締めます。そして獣が歩いてくる道にこの罠を埋めて隠して、そこに獣が通ってくる、あの棒が足だと思うと、足が入った時にカシャンと閉まって取られるっていう仕組みになっています。私はこの方法で獣を今取っています。そうして取られた獣たち、南信州安岡村では鹿が主には取られるんですが、100年以上も昔からお肉を食べる文化がありました。実は今も食べ続けられているし、お肉を売っているところがたくさんあります。なので、お肉をどうにかするっていうことは私の中では
なくて、もっと別の形で鹿のこと、有害鳥獣のことに関われないかなっていうことを考えました。そして気づいたのがこれです。これは真っ白いんですが鹿の皮です。皮っていうのは実は昔から日本の中では使われていて、これ手袋っぽいやつなんですが、昔からある武道、弓道ですね、弓道のこっち側の手につけて使う道具です。こういったものですとか、あるいは鎧の中に使われていたり、あるいは尻皮として山に入っていったり、いろんな形で暮らしの中にありました。つまり毛皮は日本の中に昔から文化の中にあったものなんだなっていうことを感じました。大事にしているのは獣の命いただきますっていうことです。これを伝えながら活動しています。なので命をいただくっていうことはやっぱり暮らしの中に大事に使っていくことで伝えられるのかなっていうことで、まず最初に作ったのがこちらの今私もつけている名札ですね。村の職員の人たちにこれをつけてもらっています。これは鹿の皮で作ったやつです。で、ただ鹿の皮で作るだけじゃ面白くないので、4つ合わせると村のマークができる、そんなものにしました。で、そこにはきちんとメッセージも込められていて、村っていうのは小さな村で、やっぱり職員一人一人の力がすごく重要で、村の人一人一人の力が大事なんですね。なのでそんな一人一人の力が合わさって村ができているんだよっていう意味でこのデザインにしました。こんな風なものを作ったり、あとは、パスケースですねを作ったり、こちらは県の方の名札、そして携帯クリーナーストラップ、室内履きのスリッパ、ベビーシューズ、こんな暮らしの道具をいろいろと考えて作り上げていきました。で、暮らしの道具いろんなものがあるんですが、すいません、今私が手につけているもの、こちらもその鹿の皮で作ったものです。見えますかね。これはさっき出したこの商品たち、これらは綺麗な部分で作っています。野生動物なのでもちろん傷があったりとか痛みがあったり、皮の厚さに個性があります。で、それらの作った商品の端にできた皮、歯切れで、私は冬手首が寒くなるし手乾燥する、で、いろんなハンドル握った時に滑ってしまう、あるいは鉄砲を持った時に滑ってしまうかもしれないっていうことで、でも指先は感覚を残しておきたいですとか、そんな思いから、あ、歯切れでこうやって巻いたらなんとなく手袋の形だねっていうので、この手袋を作ってもらいました。で、こうやって日常的に使っていたりですとか、あとはこちらですね、これジャンベっていうアフリカの太鼓を参考に作った太鼓なんですが、こちらはこういった革とはまた違う方法で作られています。この手につけている手袋や画面に出ている商品たちは全て工場でなめされた、つまり柔らかくしてちょっと成分を変えて長く使えるようにしたものです。こっちの皮は鹿を取った生の皮をお肉を削いで毛を抜いて乾かした、それだけのものです。昔からジャンベとかはヤギの皮を使って作られてきたんですが、これは漁師さんが、和太鼓を作る漁師さんが作ってくれた鹿の皮のジャンベです。ちょっと音を鳴らしてみます。どんな音がするか聞いてみてください。こんな音がします。これは大きめの音なので割と低い音がしますが、こっちのちっちゃい太鼓ですね、ちっちゃい太鼓はします。もちろん革なので場所によっていろんな音があります。で、生の革なので湿気がある日なんかは緩んだりとか、あるいは音が変わったり、いろんな音を出してくれます。こんな風に音楽も革で生まれていきます。暮らしの中を音と、あとはいろんな触った感じですとか、いろんなもので満たしてくれる、豊かにしてくれるものなんです。
これらを作っているのが村のお母さんたちです。私とあと協力隊の仲間2人、そして村の小さい子供を持つお母さんたちですねに手伝ってもらって今作っているんですが、このお母さんたちにした理由、なんでだと思います？私、安岡村というか長野県に来て一番感じたのが、男性と女性とでコミュニケーションの取り方が全然違うなっていうのを感じたんです。男性は必ず必要なのがお酒とおつまみ、これがないとコミュニケーションがなかなか取れません。本音が言えないんですね。で、女性の場合はお酒とおつまみはそんなにいらないんですね。何がいるかっていうと、お茶とお菓子、あと漬物ですね、長野県は。これがあると話が弾んでコミュニケーションが取れるようになるんです。で、さすがに商品を作っていく上でお酒を飲みながらとかっていうわけにはいかないし、できるならば楽しい場でありたいと思った時に、そして私は母親にもこれからなっていくであろう身です。多分なると思います。なのでそんな時にやっぱり子供が生まれたらきっと子育てもしっかりやりたい、でもちっちゃい時って保育園にもなかなか預けられないし、一生懸命やっぱり自分で子育てをしたいと思う。だからたまに空いた時間で何かできるような、そんな仕事の場を作りたいなと。でもただ家に一人でこもってやるのもちょっと寂しいし、いろんなお母さんたちとワイワイしゃべりながらやれたら楽しいんだろうなっていうことを思った時に、小さい子供たちのいるお母さん、そこの人たちに手伝ってもらうのが一番いいだろうっていうことにたどり着きました。実際今制作を、これ最初始めた頃の感じなんですが、これ写真なんで全く声は伝わってきませんが、これ作ってる最中ずっとお母さんたち喋り続けています。私も一緒に喋ってるんですが、やっぱりまだ喋り慣れてないので、つい手が止まってしまうんですが、お母さんたちはずっと喋りながらしっかり手も動かしてしっかり仕事をしてくれています。なのでこんな場を作ることで子育てもできて仕事もちょっとできて、なおかつお母さんたちが楽しめて、で子供がそんなお母さんの姿を見てケモカワのことを知っていく、命のことを伝えていける、そんな場ができたらいいなっていうことを考えています。ケモカワプロジェクト、今はまだまだ走り出しのプロジェクトです。できてまだ2年しか経っておらず、ようやく仲間も増えてきたところです。お母さんたちが最初は1人2人だったのが3人4人になって仲間を呼んできて、今7人まで増えました。猟友会の皆さんたちも安岡村だけで50人以上の方たちがいます。そして村の方たちが応援してくれて、県外の方たちも応援してくれて、そんな風に今広げていっています。で、これからきっとつながるであろう人たちと、そしてきっと今ここで話を聞いてくれている皆さんも多分応援してくれるであろうと信じています。はい、ケモカワプロジェクト、これから先どん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 思いを伝えていくために活動していきますが、皆さんもどうぞ応援よろしくお願いします。そしてまたお会いできる日を楽しみにしています。今日はありがとうございました。